び名古屋市文化振興事業団第37回芸術創造賞授賞式を行います。どうぞよろしくお願い申し上げます。芸術創造賞は当事業団初代理事長亀山岩尾氏からの寄付金を基金として昭和60年度から実施している賞でございます。前年度における芸術創造活動が特に顕著で、今後の活躍が期待される方にお送りするものです。第37回芸術創造賞、伝統芸能表現、鹿島俊宏さん。あなたは名古屋を中心に創造活動を継続し、その実力を遺憾なく発揮されました。我らが住み生きる町、愛する名古屋にふさわしい文化の新星を選ぶことができました。あなたの輝く業績に対し、芸術創造賞を贈ります。令和3年10月7日、公益財団法人名古屋市文化振興事業団理事長杉山さん、どうもおめでとうございます。第37回芸術総合賞、演劇道化、チャン様。あなたは名古屋を中心に創造活動を継続し、その実力を遺憾なく発揮されました。我らが住み生きる街、愛する名古屋にふさわしい文化の新星を選ぶことができました。あなたの輝く業績に対し、芸術創造賞を贈ります。令和3年10月公益財団法人名古屋市文化振興事業団理事長杉山さん、どうもおめでとうございます。この度ですね、私がまだまだ自分なものをですね、推薦して、選考していただいた、委員の方々にですね、まず、お礼を申し上げたいなと思います。ありがとうございます。私はですね、伝統芸能その中で能楽というですね、ジャンルの中で狂言というものをやっております。伝統芸能の世界ですね、ご想像のように、代々続く家という方がたくさんいらっしゃいます。そういった方はですね、家の子というふうに、呼ばれてまして、かたや私はですね、大学に入った時にたまたま目にした能楽サークル、そこで、ちょっと狂言やってみないかというふうに声をかけられて始めたのがきっかけで、そのままあれよあれよという間にですね、大学卒業してもそのまま、プロの世界ということでですね、身を置いて、気がついたらこういったことになっているという状況で、どちらかというとそういった、長らく続いていらっしゃる方たちとですね、対極にあるのかなと思います。そういったものをですね、このような、大変立派な賞をですね、いただけたということだけでもですね、非常にありがたいとともに、これまで受賞された方の中にも能楽の先輩方が何人かいらっしゃいますけども、そういった方たちはみんな立派な、方たちで、私のようなですね、まだまだ、若輩の者がその末席にいるというのがですね、非常に恥ずかしく思えるぐらいでございます。これからもですね、ますます、勉強していかなきゃいけないなと思っております。で、去年はコロナのためにですね、予定していた舞台がほとんど、キャンセルもしくは延期という形でですね、本当に3月頃からぱったりと活躍の場がなくなってしまいまして、全く本当に、暇を持て余して、自宅にずっといるような状況でございましたのでですね、その中で何かやれることないかなと思った時に、
まあ、あの一部の方ですけどもですね、農学やってる人にもですね、まあ、YouTube を使った動画配信っていうことをやってる方とかですね、まあ、そういったものがちらほら出てきた頃で、私もせっかくだからちょっとやってみようと言ってですね、始めたり、まあ、慣れない Zoom を使った、オンライン講座とかですね、まあ、こちらの事業団のそういった、まあ、講座にもちょっと参加させていただいたりですね、まあ、そういったことでですね、少しずつ慣れないながらやってみて、まあ、なんとか、舞台活動を継続できないかなというのを模索していたところですね、まあ、そういったことをですね、評価していただいたということはですね、非常にありがたいことだなと思っております。こういった状況ですね、まだまだ、この先続くと思いますのでね、実際の舞台とそういった、まあ、あまりオンラインに頼りたくはないんですけども、そういったものと両立しながら、これからも継続して、活動していきたいと思います。最後ですね、私のことをですね、陰ながら、支えてくれた、家族に、今日はちょっと母親だけですけどね無礼をしたいと思います。ありがとうございます。ということでですね、ちょっと簡単ではございますが、受賞にあたっての私の挨拶をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。道化師のちゃんと申します。この度はこんなに素敵な身に余る賞をいただきまして本当にありがとうございます。本当にさっきも来た当初から喋っていたんですが、芸術創造センターの1階のロビーに飾ってある銅板をこういつも見上げて素敵だな、こんな方々とこんな風に名古屋で活躍をされている方々と僕はすごくご指導やひいきにして育ててもらっていて、その感謝がすごく大きかったのに、本当にそこに一緒に自分の名前が並んでしまうことを本当に鹿島さんも言われてましたが、僕自身はもっと恥ずかしく、恐縮をしておりますが、周りの方々とに報告をする中で一番に、本当にみんなが同じように喜んでくれる、なんか祝ってくれる感じではない感じがすごく嬉しくて、なんかこういう方々に囲まれて活動できたことができていることが本当に今嬉しく誇りに思っています。僕は高校生の時にこの道化師の講座に出会って道化師の活動が始まって今25年目です。まあ今このはっきりとこの見た目も場にふさわしくない状況かとよく自分でも分かっています。でこんな中、本当に芸術に関わる方々はそんな色眼鏡もなく試してくださるし一緒にやってくださるしご指導くださるし本当にたくさんのチャンスをいただいたと思っています。道化師っていうジャンル自体も自分がこれを仕事として続けていくこともどこかに決心があったかと言われると実はなく、でも周りにいつも仲間がいて、きっと恥ずかしかったんだろうと思いますが、うちの両親もお父さんもお母さんも今日来てくれていますが、きっと恥ずかしかったと思いますが応援をしてくれて恥ずかしいですねそう続けさせてもらえたこととやっぱりその周りに本当に認めてくださった方がいるし、これからの活動を期待してくださってる方々がたくさんいるんだなって感じています。僕は喋るのも苦手だし、まあ、こうやってすぐに涙声になっちゃうのが恥ずかしくて声も甲高くて子供の頃からなかなか人と喋るのは苦手でおしゃべりは大好きなんですけど、でもだからこそこんな道化師の言葉を使わない表現に出会ってなんか
少しでも技術が上がることでたくさんの人を喜ばせることができて、もちろんメイクが怖かったりパフォーマンスが下手だったりうまく距離感がつかめなくて泣かせてしまったり怖がらせてしまった子どもたちもたくさんいると思っています。だけど技術が上がれば自分が成長すれば上手になればっていう思いで、なんかその恩返しが一つこのショーのおかげでできたんじゃないかなって思っています。でその言葉を使わないパフォーマンスによって今やっぱりこの社会に自分の力が役に立てるとしたら、きっとこの芸術、言葉のない相手のことを思うばかる、感じる、感じ取る、そんなパフォーマンスをたくさんの人に伝えていって、なんか、そうですね、一つでも悲しい事件や犯罪がなくなれば、減れば、その間にその舞台を通して人がつながって、仲間がいて、そんなことが一つでも起きなくなれば、と心から祈っております。これからも皆さんの役に立てるよう、道家として脇役として、この社会のお手伝いができるように、楽しい世の中になるように活動を続けてまいります。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆様今一度お二人に盛大な拍手をお送りください。